川又神社は、奈良県か原市にある神社である。式内社で、旧社格は孫社。かも八重こと白主の神を祀る。出雲国造神菓氏に皇室を守護する神として、ことしろ主名の御玉を、うなひさげの神奈美に座せとあり、この、うなひさげは、運定のことであるとして、演技式神明帳に記載される式内、大こそ、大和国高市郡高市五軒坂もことしろ主神社。 に否定されている。日本書記によれば、人心の乱の際、高市軍大量高市剣氏求めに、高市社にいる、ことしろ身と、未教社にいる生霊人が神がかりし、神山と言われ彦の天皇の御捧ぎに、馬及び主事の兵器を建てつれと言い,い、そうすれば、大天王子を守護すると信託した。大天王子の即位後、この霊言により、高市五軒坂もことしろ主人に、 史上初となる死にが授けられている。万葉集にも当社のことを読んだ歌がある。住吉大社には世界山口神社境内における歯に取りの神事があるが、その祭祀を行う者は当社で装束を整えることが恒例となっており、そのことから装束の宮と俗称される。